今日も各地天気の急変に要注意です。こちら島根県松江市からですが、かなり激しい雨音で強弱をつけながら降り続いていますとのコメントが届いております。こういった状況が、今日はいろんなところで発生しやすくなりますので、降り方としてもですね、10分間に10ミリを超えるようなかなり強い、雨ですね。そういったものがこの後、まず午前中は日本海側中心に起きやすくなるということになります。はい、現在の状況を改めていかがでしょうか。はい、現在の雨雲の様子を見ていきますと、この山陰地方から北陸にかけて日本海側には、活発な雨雲がかかっていまして、こういったところでは、雷やあられといったですね、激しい現象、強い雨だけではなくそういったことも起きているということですね。上空冷たい空気が流れ込んでいますので、日本海側は今日はそういった激しい雨が降ったり止んだりを繰り返すということになります。はい、この後太平洋側でも天気の急変の恐れがあるということですね。はい、上空かなり、大気の状態が不安定となりまして、大気の安定度を見ていきますと、特にお昼過ぎですね、太平洋側でも大気の状態が不安定ということになります。こちらでもですね、日本海側と同じように、激しい雨、落雷、突風など、発生する恐れがありますので、空の変化にも注意していただきたいと思います。わかりました。今日はどういった雲に注目すれば良いでしょうか。はい、今日はですね、この日本海側は、ずっと、雲がかかり続けるということになりますので、黒い雲が見えたら要注意ということですね。はい、それから太平洋側に関しては、この高さ方向にもくもくと伸びる雲が、見えたら要注意ということで、どちらもですね、厚さのある雲が見えますとそこが黒っぽくなりますので、こういう高さ方向に伸びる雲、要注意ということになります。はい、わかりました。晴れていても天気の急変にはお気をつけください。